ポニースプリングが貴様の心臓は右にあるのか、どう思っていて通ってたら、え、なになにみたいな。うわーっていうことで、この水、ビャー、ビャー、うわー。ー出します。はい、どうも、こんにちは。小村チャンネル俊介です。今日は生物基礎の第3項、体内環境、その1についてやっていきたいと思います。今回はですね。 まあ今までのに比べてかなり軽いというか簡単だと思います。そんなに難しくなくて結構まあ覚えるだけみたいなとこはあるんですよね。でもここね、あの超よく出る点形の問題、計算問題が2つあるんですよ。この2つの練習問題をもう重点的にやって確実に解けるみたいな感じにしていただければね、いいと思います。というわけで早速やっていきましょう。どうもっつってね、人がいますと。 どう,思うって言ってこうやってまあ外からねいろんな刺激を受けるわけですよ空気があるねとか何かぶつかったぞとかなんかその辺燃えてるぜとかちょっと分かんないけどいろいろあるわけですよそういうなんか外,の外の環境のことをこれが一般的にイメージする環境なんですけれどもこれとはまた別に体内環境ってやつがあるんですねこれ体内の環境ですよとこれ体内の環境って一体何のことを言ってるんだいズバリね体液です ええなんで体液が環境なのよくわかんないっつってね体の中にはいろんな細胞があるわけですよこの細胞を浸してんのがこれ体液なんですねでこの体液っていうのがやっぱ細胞からしたらもう環境みたいなもんなわけですよこれなんか細胞がありますどうもつってその周りを体液があるわけですからもう細胞からしてもう環境であるということですよまあ、全然そんなね大した話じゃないですでこの体液がもうすっごいねよくできてるんですよ。 体そういえばいきなり塩分濃度がもうなんか100倍になったりとかしたら終わりじゃないですかそうならないように体液ってめちゃくちゃうまいこと保たれてるんですねでこの体内環境をうまく整えるため一定に整えるための仕組みこれを向上性って言います。カタカナで言うとホメオスタシス。 ススタっって言って言ね結構かっこいい感じで技の名前みたいなね覚えやすいなと思いますけれどもで今回の授業っていうのはこの体内環境の向上性この恒常性の仕組みですどういう風に体液をいい感じに一定に保ってるんだい,いい感じにどうやってやってるんだいっていうねその話をしていきますでその前にまず体液についてねやっていきましょうかという感じですまず体液って3種類あるんですよ血小と組織液とリンパ液です これですね、3つとも同じようなもんなんだけどこれはいる場所によって名前が変わってると思ってくださいこれ右から血管組織これいろいろあるのは細胞ですね細胞一番左がリンパ管で血管は正確に言うとこの組織と接しているやつはだいたい毛細血管ですね さあ、あこうやってあってた時にですね、まずこの血管の中を通ってるやつこれは血小ですこの血管を通ってる血液の液体部分を血小っていうふうに言いますえ液体部分って言ってねじゃあ液体部分以外は何なんだ固体部分もあるのかいつってあるんですよねこれが赤血球白血球血小板です赤血球が酸素を運びますよ 白血球が免疫ですね異物が入ってきた時にやっつけるやつで結晶分はこれかさぶた作りですでこいつらがまあ結晶液体成分とともにウェーつって血管を流れてるわけですねで体液の話に戻りますけどでこの結晶ですよこの結晶が血管から染み出すってことがあるんですね染み出していきますで組織に移動しますそうすると名前が組織液に変わりますまあ覚えやすいですよねでこの組織液がリンパ管にねたまに入っていくことがありますと それがリンパ液になりますすよってわけですねそもそもリンパ管って何やねんってなる <laughs> と思うんですけどリンパ管の中はこれリンパ球ってやつが、ね、入ってますリンパ球に関してはこれ、ね、次回の免疫のところで山ほど出てくるんでなんとなく思っといてくださいあまあそういうやつもいるんだなとでこれは相関としてはまあ結晶が染み出して組織液になり組織液はまあねこれでいろいろやり取りが終わった後には結晶に帰っていきます で、たまにリンパ液になるよ、みたいな、こんな感じですね。ではまあ、ふーんって感じですよね。まあ、大して難しいことは言ってないんじゃないかなと思います。で、次ね、この次はまあ血管の話をね、していきましょう。心臓のお話です。心臓から一体どのようにして血液は全身を巡っているのでしょうかということでね、超簡単な、超簡単な図をね、書いていきます。 かけましたこいつが心臓肺そして体ですで肺はこうポンプみたいな役割をしていてこうバックン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 ってなってそれでここに溜まってる血こう血が入ってきてここに溜まってる血をバックンってやることでウエッつって送り込んでるんですね。 なのでまず血がねどういうふうな感じで巡ってるかっていうのを考えていきましょう。そもそもこの血液を全身に送る一番重要な目的は何だったか。それは酸素を送ることです。酸素がないと我々の体はもう終わってしまいます。呼吸をして ATP を生産しなければもう我々の体はおしまいなので酸素を送る必要があると。例えばまあこの辺に血液ありますということになったらバックン、バックン、こう上に行くわけですね。バックンって上に行ってこう肺に行きます。で肺にはいっぱい酸素あるわけですよ。いっぱい酸素あります。 ここで酸素を拾いました。イエーイっ,つってなるわけですね。イエーイみたいな。で、ここ帰ってきましたと。で、またここたまるわけです。で溜たまったらバクン、バクンバクンって、うわーっつって、ぐわっつって、ギューンってなるわけですよ。 ちょっとなんか、擬音が、擬音が多すぎますけども、これで全身に回っていくわけですね。これ、クソ雑なやつなんで、全身って書いてありますけど、本当にいろんなところに行くってことですね。この僕のテキストにちゃんとした図載ってるんで、それ見てほしいんですけど、全身に行くわけですよ。で、全身に行ったら、ここでね、ゲットした酸素を届けて、で、届けきって、ふーっつって帰っていくわけですね。はーっつって。これがまあ、心臓の一連のね、動きですよ。で、それぞれこの4つの部屋には名前ついてますねと。 ちなみにこっちが正面です。こっちが正面で右、左っていう絵なんですね。だからこっち側が左。で、左で,で、上が左心棒。で、下が左心室。こっちも同じです。右の左心棒。あ、間違えた。右心棒。で、右の右心室っていう風に上下でなってると。で、まあ、覚え方なんてもうどうでもいいんですけど、僕はですね、まあ、なんかこんなイメージでした。家がありますと。家があって、まあ、こうベッドがあるわけですね。ベッドがある。下寝室ですよ。で、その寝室で、わーいって言って、 まあ寝てるわけで、すねで,でも某子供ですよ。某はですね、こう上で屋根の上でいつまでたっても寝ないで遊んでるわけですね。もうどんちゃん騒ぎ、とんでもないやつですよ。まあ、こんなイメージでした。<laughs> 最初に棒、棒は上にいて、まあ、寝室は真下にありますよと、まあもう本当なん何でもいいんだけど、マジで覚え方なんて何でもどうでもいいです。どうでもいいけど僕はこうやって覚えてましたよっていうやつですね。で、これで微妙に重要なことがあって、これね、筋肉がついてるんですよ。 筋肉がついててこの筋肉がねこうついてるの左側にすごいついてるんですよこれ何でかっていうとこれね肺なんてのは心臓から近いんですよこれ心臓があって肺があってみたいな感じなんでもう大して力いらないわけですでも全身に送るってなったらこっからもうドッくンでこの一ドッグンで全部に送んなきゃいけないわけですよこの全部ですよ全部に送んなきゃいけないんでとんでもないパワー必要だということでこっちの方が筋肉が分厚くなってるんですね でバックンっっっっっててててて言言ううわーって言って送っているということででですすすよよごいいパワーいるんですよでこれでねちょっとま,あまみ知識なんですけど心臓って左にあるよって言うじゃないですか心臓を捧げようみたいなね進撃の巨人ですよ心臓を捧げようコニースプリンガー貴様の心臓は右にあるのかみたいなね実はね左でも右でもないんですよ心臓ってのは真ん中にあるんですねど真ん中にあるんですよど真ん中にあるのになんで心臓を捧げようって言ってこんな左側になるのかというとこうなってるからなんですよ左側にすごい偏ってるでしょ 真ん中にあるんだよ真んん中にあるんだけどバクンってなってるのが左っぽいんですね。ということでなんか心臓が左にあるように感じちゃうというわけです。では、まあ、血管には微妙に種類がありましてこれ動脈静脈毛細血管ってあるんですよ。まずこう心臓がありますとでも心臓からドックンっていって目的地まで届けるやつそれが動脈です。だからこれだったらこれドックンこれ動脈ドックンこれも動脈です。で逆に わーいって言って、そこから帰ってくるやつ。ここの血管をこれ静脈って言います。で、この毛細血管、これ何かって、ちょっとさっき出てきましたね。この結晶から染み出して、組織となんかやり取りするやつですよ。ここら辺のね、血管っていうのは要、要するに太いんですよね。 だから、あれみたいな感じですよ。大通り、高速道路みたいな感じで、宅急便だったとして、酸素を届ける宅急便です、ヤッホー、ヤッホーって言って、とりあえずブーンって高速道路とか、まあ、でっかい道路とか、まあ、国道とか乗っていくわけじゃないですか。でも、それぞれの家に届けるってなったら、路地とか入らなきゃダメですよね。ち、まあ、っちゃいとことか入ってって、あい、つって、それぞれ家に届けますと、まあ、それが毛細血管だと思ってください。で、それぞれなんか特徴があって、まず動脈っていうのは、これ非常にね、パワフルな、勢いのある毛が、血が通ってがちゃ、血が通っていくんですごい丈夫なんですよ。という 筋肉層がすすごいね、分厚くなってますで静脈はね、どんな感じになってるかっていうともう勢いないんですよ。もう勢いない、なあーっつってドクン、うおーっああもう元気ないみたいな感じになってるんで静脈はね、勢いがないと。なので動脈ほど分厚くはなってないわけで静脈はどうなってるかっていうとこれね何が一番やばいかというと逆流が怖いんですよ。勢いなくなってるんで逆流が怖い。そのために何があるかこれ便ってやつがあります。これね血液がこうわーって通っていくじゃん。で、 やばいぞなんか勢いなくなってきたって言って逆流するぞってなったらこれこうなるとさこれパターンで閉じるわけですよパターンで閉じるパターンで閉じたらまあ逆流しません、はああみたいなそれがまあ静脈がやってることですねで毛細血管さっきも言った通り染み出しやすいようになってるので死ぬほど薄いです細胞一層でできているという激薄の血管それが毛細血管ですよっていうわけですねで次血液凝固についてやっていきましょう 血液凝固これ何かというとかさぶた作りですかさぶたがないとわれわれね切り傷で死にます切り傷ついたぞっつってね血出たってなってでそのままかさぶたできず永遠と血が流れ続けて終了なんてことになるわけですよだからこれがねならないのは血液凝固のおかげそれがねどんな感じになっているのかという話をしますまずね血管がダメージを受けましたうわーっつってねこれ血が出てます血が出てるよ血管がダメージ受けちゃったよっつって そうなるとどうなるかというとですねこれ結晶板が集まってきますさっき赤血球白血球結晶板がいるよって話しましたねその中の一人こいつですよ結晶板これがわーって集まってきますで何をするかというとですね網を張りますこの網の名前をフィブリンと言いますネットを張る繊維状のタンパク質を張るんですね、まあ、正確に言うと結晶板が直接こいつを張ってるわけじゃないけどこいつのおかげでフィブリンはできるんですねでこんな網とか張られたらどうなります この中には赤血血球球とか白どうもって言ってどうもって言って通ってたらえに何何みたいなうわーってことになるわけじゃないですかうわーみたいなこの赤血球とか白血球とかがうわーって言って塊になったやつこれを血兵と言います血餅のペはこれね「餅」って書いて、まあ、ケツ餅みたいな感じなんですけどけケツ餅って言っちゃうとちょっとなんかマフィア的な意味になっちゃうんですけど、まあ、とりあえずこう血兵ができますとこいつがかさぶたです かさぶたのお出ましですよこれなんとかね出血多量切り傷になることは免れましたということなんですけれどもまあこいつね用済みになったとここ修復完了したぜってあったらこいついらないんでそうすると溶かしますこの溶かすことを専用って言いますフィブリンを溶かすんですねだから専用,、まあ、専用線を溶かすっていうねフィブリン線っぽいじゃないですかまあ覚えやすいねって感じです まあ体液はこんなもんですよと。で、次練習問題やってください。この練習問題がですね、これ非常によく出ます。死ぬほど典型問題なんで、ぜひともね、できるようになってください。というわけで、時間を止めてやってみてね。<music> ではこれクソ雑なんですけど、これ酸素乖離曲線の図です。 ちゃんとしたやつはね、テキストを見てください。これね、簡単なんだけどね、意外とできないことがいたりするんだよね。だからしっかりできるようになってください。でそもそも酸素ヘモグロビンは何かというとですね、ヘモグロビンの中で酸素と結合しているやつです。ここからヘモグロビンを全員ね、卓球便の人、クロネコヤマトの人という風にね、表します。その卓球便の人が酸素をこうやって持ってるよっていう状態。これが酸素ヘモグロビンですで。逆に酸素を持ってないやつ、これが普通のヘモグロビンだと思ってください。で、そうなったら、これ分かります酸素が多ければ多いほど、 酸素が多ければ多いほど酸素ヘモグロビンが増えてるの分かります酸素が多ければ多いほど酸素ヘモグロビンも増えていくつまり酸素がいっぱいあるところだったら卓球便の人はあこれ持ってこうかなよいしょみたいになるっていうことですねで逆に酸素が少ないところだとあ酸素少ないなじゃあこの酸素を離しちゃおうっていうふうにやるってことですよ酸素ヘモグロビンの割合が少ないんででこれ2本あるでしょグラフがこの2本のグラフは何かっていうと二酸化炭素濃度の違いです片方は CO2 濃度が60 もう片方は CO2 濃度が40です、まあ、相対値ねつまり CO2 が少ないい方方と多い方こ,とですここからも分かることがあります同じ酸素濃度だったとしますね同じ酸素濃度だったとしたら CO2 濃度が多い方が酸素ヘモグロビン濃度の割合が少ないってことですこれは何でか分かりますかこれ何でかっていうと CO2 が多いってどういう状況か分かりますこれ呼吸がいっぱい行われてる状態なんですよ呼吸がいっぱい行われると酸素が消費されて CO2 が出てくるじゃないですか ってことは CO2 が多いところっていうのは呼吸をした後の場所なんですよつまり組織なんですねまさに現場ですよまさに現場では CO2 が多いですよそういうことを言ってるわけですよそういうそういうところにこそ酸素を供給してあげなければならないってことがこのグラフからわかるんですねまずこれすごくないまずこれすごくないですかこんなパーセントとかさわかるんだよだってそれぞれの酸素ヘモグロビンとかヘモグロビンは別に 何か何パーセントだからこういうふうにしなきゃとか思ってるわけじゃないですよ別にそういうふうに思ってるわけじゃなくてそれぞれはただの化学物質ただの原子の集まりなんだけど実際に酸素がこれくらいの濃度だったらこれくらいの酸素ヘモグロビンができますよとかいうふうになってるわけですよこんなこんなよくできてることあるこの仕組みによってあの我々は全身に酸素を運んでるわけですよこれめっちゃよくできてないだから本当に ただの原子なのにこうやって酸素多いとこだとくっつきます少ないとこだと離しますまたこっちでゲットします渡しますっていうのを体の中で無尽蔵に繰り返してるから我々は生きてられるんですよこれよくできてるよななんでこんな仕組み生まれたんでしょうねもう意味がよくわからないよくできてるなっつってねすごいもんですけどまあそんな方がいいんでね問題を解いていきましょうか。酸素ヘモグロビンンのの割合はそそれれぞれおよそ何パーセトか、1. 肺の血液 肺胞の血液ですねで問題文によると肺胞での酸素濃度は相対値100二酸化炭素濃度は相対値40これの見方はですねまず酸素濃度この横軸を見ますこの横軸を見るよで肺胞での酸素濃度が相対値100なんで、まあ、ここですとここ1ですねこっちを先に見るで相対値100ですでその中で二酸化炭素濃度が相対値40ってことはこっちのグラフを見ようねってことなんですよ今回は一番端っこ一緒なんで変わんないですけどねであここ見ればいいんだ っって言ってここの値を見ればパーセントがわかるってわけですね、ここパーセントなんで。そういうふうに見ると、肺胞は95%酸素ヘモグロビンがいるよってことがわかります。で、括弧こ2、組織の血液。組織は問題文によると、酸素濃度が相対値30、まあ、この辺ですかね、丸1ですよ。まずここを見ます。で、二酸化炭素濃度が相対値60ということで、次はこれを見るんですね。あちょっと丸2って書くの忘れた。これ、どっちって選ぶやつですね。これが丸2です。 でそれによると、CO2 ード60の方を見るから、ここ、ここを見ればいいってことになりますね。全然難しくないですけど、ここね、分かんなくなる子いるんですよ。それによると50、50%ですね。ちょっとなんか僕、の僕の図がちょっとおかしすぎて50、50%にはならなかったですけどまあ、ま50%と。で、かっこに組織では酸素ヘモグロビンの約何が酸素をか離したか。これが結構ね、なんか分かんない子がいるんですよね。 なまじこの括弧1で組織が50%酸素ヘモグロビンがいるよってのが分かっちゃってるから100-50してあセ50%がじゃあ話したんだなとかなんかそういうふうに思っちゃうんですよ。違くてそもそもまず肺胞で95%酸素ヘモグロビンがいるよとでそっから組織で50%になったんだっていうことなんでこの95%の方を分母にしなきゃいけないんですよ。これえっと思うと思うんで <laughs> ちょっとちゃんと説明するというか分かりやすくすると肺胞の方では95人。 100人中95人がこれ酸素ヘモグロビンになってますと。宅急便ですよ。宅急便だとして95人がこれ酸素を持って移動してるわけですよ。で、その酸素ヘモグロビンのやつらこうやって移動しますと。そしたら、この組織では、この50%しか酸素ヘモグロビンがいないということは、今回の例えばこれ50人。50人酸素ヘモグロビンがいるわけですよ。こうやって酸素持ってるやつがね。ってことは、酸素を離したやつ。酸素を離したの何人かというと、これ45人ですね。 で問題文をもう一回よく見ると組織では酸素ヘモグロビンの何が酸素をか離したかって言ってますねつまり酸素ヘモグロビンってまずこれじゃないですかもともともと95人いますで酸素を離したのこれ45人ですねということは今回を求めるときはこれ95分の45を計算してあげればいいことになりますこれを計算すると47.3%これねちょっとね引っかかんないようにしてくださいって感じですねでカッコ3カッコ3は簡単ですね 肺胞の血液 100mL には酸素が 20mL 含まれるこの時組織において放出される酸素量は血液 100mL あたり何 mL かとまずそもそもこの95人この95人の奴らが 20mL 運んでたわけですよね 20mL 運んでるとこの倍数を考えます運んでますでその中でじゃあ酸素が現場で一体どれぐらい放出されるんだいっていうと95人のうち酸素を放すのは45人なのでこれ95分の45をかけてあげればいいですね そうすると酸素ヘモグロビンが持ってる 20mL のうち何 mL の酸素がそこで放出されたのかが求まるわけですよ。で答えは 9.5mL っていう感じですね。この辺全然難しくないんですけどやたら出るので覚えておいてください。で次はいよいよ恒常性のねさっき冒頭に言ってた話に移ります。一体この体液のねいい感じのバランスでどのように保たれてるのかというと主役が2人います。腎臓と肝臓です。それぞれの働きについて見ていきましょう。 じゃあ、腎臓肝臓の話をしていきます。ほっとくと勝手に変化する体液の濃度を調整するということで、本当に体っては何にもしてなかったら、もうめちゃくちゃことになるわけですよ。でも塩辛いもの食いすぎたら、もう体の中塩分だらけみたいなね。まあ、そんなことなんないじゃないですか。それはいい感じにやってるやつらがいるんですよで。腎臓は尿を使っていろいろやっていると。で肝臓は、もうとにかく何でもやってるみたいな感じですね。肝臓はもう化学工場、もう人の中の最大の臓器、こんなでかいんですけど、こんなでかい肝臓が、もうむっちゃくちゃいろんななんか変化、化学変化を起こしてるんですよ。 体の中で化化学変化を起こしてるんだよすごいよね。もうめちゃくちゃ化学変化を起こして、もういい感じに体の中を保ってますよっていうで。それでそれぞれ見ていきますと、まず腎臓。腎臓ってそもそもどんな感じになってるかというと、ですね、まあ、2個あるんですよ。まあ、2個あって、でなんかでそこからつなんか繋がって尿出るみたいな感じなんですね。でそもそもこの腎臓には、まあ、血が流れ込んでくるわけですよ。血が流れ込んでいきますよと。でそこの中で血をまず一旦ろ過するんですね。ろ過します。 でその後にまたなんかろ過しすぎたものを再吸収してではいこいつらを出しますよってやつらをべーって出してるんですねでこの中で一体何が行われてるのかというと人単位っていうなんかちょっとねちっちゃい期間みたいななんかこんなんがあってでこの人単位がもうね100万個ぐらいあるんですよでこの中に100万個ありますよってそれぞれがなんかろ過再吸収をやってでそんでめっちゃ集めてビューテーってるわけですよ でこの人体のねところを拡大して見ていきましょうって感じですね先にそれぞれの期間について見ていきましょうまずこいつが糸球体でこいつがボーマンのボーマンのっていうとねポケモンのボーマンだ思い出しますよねあいつね1 5メートルぐらいしかないのよめっちゃちっちゃいよもう料理小さい,小さいこんなもんだわけですよ意外ですよねなんかまあそんなにどうでもいいんですけどもでこの糸球体とボーマンの これを合わせたやつが腎小体です。で、ここ、ここは細尿管っていいます。この腎小体と細尿管合わせたやつ、つまりここに書いてあるこの全部ですね、こいつを腎単位っていいます。カタカナでネフロン。では、それぞれ何が起こっているのか見ていきます。まずね、こう血がね、血がこう入ってくるわけです。血が入ってきましたよってなったら、ここでろ過するんですよ。この 子宮体から傍慢脳にまず血がころ,過されますろ過されてで、まあ、ろ過されなかったやつをそのまま「ペーハーイ」っていって心臓とかに帰っていってろ過されたやつがこの細尿管を通って進んでいくことになりますでこの細尿管の途中で再吸収するっていうゾーンがあるんですよここでろ過したやつをそのまま全部出してしまうと無駄が多いんで再吸収しなきゃならんと それで再吸収を経てそれ再吸収すらされなかったちょっとかわいそうな人たちがそのまま尿として出されていくわけですよじゃあねろ過される物質再吸収される物質について見ていきますまずろ過されないやつここも通らずに「はーい!」って言って帰っていくやつこれはタンパク質と血球ですねまずタンパク質ってこれ前も言ったけどめっちゃくちゃでかいんですよこれアミノ酸がいますでこのアミノ酸を100個200個300個400個と集めて ワーオーみたいな、どうもみたいな感じのでかさになったのがタンパク質なんで、こんなのね、ろ過されるわけないんですよ。まあ、なんかとにかくでかいわけですよね。だからタンパク質はもうここを通りませんと。で、血球、血球は赤血球と白血球です。これがもういちいちここ通ってたら、もうやりづらくてしょうがないんで、血球はもうそのままスルーされて、心臓に、わーいって言って帰ってきますよっていう感じですね。で、ろ過されました、で、その後再吸収ね。再吸収されないやつ、これ、イヌリン。 イヌリンの正しいイントネーションいまだに分かんないですけど、まあ、イヌリンとイヌリンはね再吸収されないですこいつは体の中にもともと存在するやつじゃないんですけどこいつはめちゃくちゃ問題によく出てきます実験とかでなんか血液にイヌリンを注射しますとでそうするとなんかほっとくとまあ尿として出てくるわけですよねその時にイヌリンっていうのは絶対ろ過されるけど再吸収もされないんでそのまま尿として出てくるんですよだから尿に関する実験ですごい扱いやすい ということでイヌリンが現れますとこの後にねやる問題でもイヌリン登場しますでこの再吸収されるやつらねここに関してはちょっと覚えることがあるのでこれね別枠で見ていきましょうとでまず再吸収ねほぼほぼされるやつこれがねグルコースです グルコースはもうエネルギー源ですよ。もうあの呼吸の時に使ってたじゃないですか。グルコース C6、H12、O6 ね。だからこいつ、すごい大事なんで、もう何が何でもね再吸収して体の中に入れときたいわけですよ。で、これがもううまいこといかないと、グルコースありすぎて、もう変なになっちゃってるじゃん。わーいって言って出ちゃったのが糖尿病なわけですよ。糖尿病はもう尿がもう糖になっちゃう。糖になっちゃうっていうか、糖分入っちゃうよみたいなね。それはだからおかしい状態なわけです。基本的には、グルコースは再吸収、再吸収、イエーイみたいな感じなわけですよね。で、次。 こね、100%とかじゃなくてもうどんぐらいされるかはその状況次第っていうやつらこれ2つありますこれ水とナトリウムですこいつらは、ね、臨機応変に、ね、どんぐらい再吸収するか決めるわけですよ例えば今体の中にあ,い、まあんま水分ないなみたいな状態だったらめちゃくちゃ再吸収するけど体の中結構水分あんなみたいな状態だったらあんま再吸収しなくていいわってなるわけですねでそのどんぐらい吸収するかを調節するホルモンっていうのが存在するんですよこれホルモンは覚えなきゃいけないまず水の再吸収を促すやつこれがバソプレシンです 農家水体紅葉ってとこから出てくるんですけどこのバソプレシンってやつが水の再吸収を促しているとでナトリウムの再吸収を促しているやつがこれは硬質コルチコイドですでまあこれで体内の水とかナトリウムの量を調節してるわけですねナトリウムはまあちょっとイメージ塩分ですよ、まあ、塩分と違うけどまあ NaCl じゃないですか塩ってだからまあそれで入ってきてる NA だと思ってください ナトリウムは必要なもんだけどあんま多すぎてもよくないわけです。ということでそれを適度に調節するものとしてこういう調節器官があるっていうイメージですね。で最後ね微妙に言い忘れたというか大事なのがここのねろ過されるでしょろ過されてこうやってはいっていきますってここの尿この尿になる前の再吸収される前のやつこれね原尿って言います。 まあ原尿分かりやすくていいよね。尿になる前の原始的なやつみたいなね。なんかそういう感じでいいじゃないですか。なかこれで人の腎臓に関してはおしまいで、まあとでね、問題やりますよっていう感じです。もう覚えること多いような気もしない覚えることも大したことないよね。なんかまあまあ、大したことないですよ。次はちょっと小ネタっぽいところやります。魚の尿です。魚はですね、海水に住んでるやつと淡水に住んでるやつで尿の性質が違うんですよ。 まずこれ知っておかなきゃいけないのがですね水は薄いいい方方から濃い方へ移動するということですこれまあ科学とか物理ちゃんと勉強すると分かるんですけど基本的に世の中のものっていうのはもう均一にななりたくてしょうがないんですよもうすごいなんか全部何もかも均一になるんです偏ってるとその偏りはいつの間にか失われていくよと。 なんか牧汁とかを水にちょこんで垂らすとなんかほっといても全部に行き渡るよみたいなそういうやつです、まあ、そういうのりでですね水は薄い方から濃い方に行こうとするんですよ例えばですねナメクジナメクジに塩を与えると溶けますねこれ何で起きるかっていうとナメクジって体の中が大部分水分なんですよでこの水分がこの塩に引っ張られるからです濃い方に移動していくんですよ水がなのでナメクジは 体の中に水分がほとんどなくななくっってシワシワになって消えますで逆にさ俺たちがこう風呂とか入ってるとめちゃくちゃふやけるじゃないですかこれなんでかっていうとこれ体の中の中が濃いからですよお風呂だったらもう普通のお湯の方がどう考えても薄いんでこの外側の水がこう体内に入ってくるんですねだから体ふやけるんですよこういうふうに水っていうのは薄い方から濃い方に移動するようにできていますよとでそれを踏まえまして海水淡水ってどういうふうな関係になっているかというとまず海水だったら明らかに 体の外の外方が濃濃いいんでですすよ海水って濃いですねで逆に淡水だったらもう外側はもう真水みたいなもんなんでもう中の方が濃いんですよね体液の方がでそういう状態を踏まえましてそうなるとじゃあどうなるかと海水の場合はまずこの薄い方から濃い方に行くんでこういう風に水が出ていきますナメクジと同じですね水がこう出ていくんですよってなると体の中には水があまりない状態になりますそうなるとですね尿は最小限にしたいんですよっていうことで少ない尿が出ます 少なるべく濃いものにしたいですね。なるべく濃いものにします。体の中から出さなきゃいけないものはあるわけなんで、それを、まあ、水分をなるべく出さずに出したいわけじゃないですか。ってなると、必然的に濃いやつになります。で、ここでめちゃくちゃ濃い尿を出せればいいんだけど、魚っていうのは腎臓がザコイです。腎臓がこんな感じにうまいことできてないので、だから体液と同じレベルの尿を出すのが限界です。ということで、この魚なりの一番濃い尿ということで、体液レベルの尿が出てきます。 逆にこの淡水の方この淡水の方はどうなるかっていうと、薄い方から濃い方に水が移動するってことは、こういうふうになるの分かりますこれと一緒ですね。こういう風に外側から内側へ水が入ってきます。水も飲むしね。ということで、めちゃくちゃ内側に水が入ってきますよということになったら、この中に入ってきている大量の水、出したいですね。めっちゃ出したい、邪魔なんですよ。ということで、この水、ビャーッ、ビャーッ、うわーッ、出します。これ出しちゃうんですね。出しちゃうと これ出しちゃうで、しかも薄い。めっちゃ薄くて大量の尿を出すわけですよ。っていう感じになってますよって感じですね。まあ、ちょっと声いの表現しておきましょうか。まあ、こんなんま小ネタなんで、まあ、これぐらい覚えておきゃいいですよっていう感じです。で、次練習問題いきましょうか。この練習問題も死ぬほどよく出るやつなんで、絶対できるようになってくださいね。というわけで時間止めてやってみてください。時間止めてっていうと、ヘブンズタイム的なことになっちゃう。動画止めてやってみてください。 それじゃあやっていきましょう。まずねこういう問題で一番最初に見るのはねイヌリンですイヌリンの濃度を見てみると結晶中で0.1、ね、尿で12になってるじゃないですかでイヌリンっていうのは完全にろ過されるんでここでもね同じようになってると思ってくださいでそのイヌリンがですね最終的に尿として出てくるのは1 2 m g トル。ここで何に注目すべきかというとこれ濃縮率です これイヌリンってさっきの授業で言った通り再吸収されないんですよ再吸収されないんでこれってイヌリンの量が変わってるわけじゃないんですよイヌリンの量が変わってるわけじゃないのに濃度が変わっているこれつまり水の量が変わってるんですねこれって水の量が増えた減ったどっちだと思います簡単な問題ですけどこれだから濃度が濃くなってるってことは水が少なくなったってことですねだからつまりここではイヌリンが濃縮されてるわけですよ 濃くなってるわけですねここを濃縮度としして表しますすると12を0.1で割って120つまり濃縮度は120倍ってことになります濃縮度120倍120倍濃くなったってことですねわかりますでまあそれを踏まえまして括弧見てみましょう括弧15分間で生成される原尿は何リットルになるかとつまり原尿っていうのは尿になる前のやつでしたねでまず尿について見ていきましょうか尿はグラフによると 5分間に採集した尿量はミリリットで減尿っていうのは尿になる前の再吸収される前のやつでしたねってことはここが減尿になりますさあここはどのように求めますかっていうとこれ使うんですね濃縮度が120倍これ分かります濃縮度が120倍ですよちょっと丁寧にやりますよ濃縮度が120倍ってことはこっからここに行くときに量が120分の1倍になったの分かります これイヌリンはずっといるわけですよイヌリンはこう全体のこの水分があってその中にイヌリンっていうのはずっといてただからこれ3粒ありましたとこれはずっといるわけですよでそれがギュギュってなったことによってイヌリンの量は変わってないけど濃度が変わってる状態ですねなのでイヌリンの量が変わってないのに濃度が120倍になったっていうことはこの尿の部分この水の部分っていうのは120分の1になったってことになりますねだからこれ逆を考えるとこれ120倍してあげればいいわけです つまり 5.0×120 で 600ml。で今回答えはリットルで聞かれているので0.6リットルが答えということになりますね。これはかっ1の答え。で次、かっ2。5分間で再吸収されるグルコースは最大何グラムになるかと。で、グルコースはどんなやつだったかっていうと基本的には100%再吸収されるんでしたね。まあ、全部とも限らないけど基本的には全部再吸収したいよっていう状態です。で、グルコース濃度は一番最初は1.0。 グルコースは 1.0mg/mL 結晶中にあることになってるんでこいつらがじゃあ全部再吸収されたとすると一体何 g になるのか考えればいいことになりますねでじゃあこのグルコースがこれぐらいの濃度ですよとじゃあ全体の水分量はどれくらいですか今回こっちとこっちどっち見ればいいかというとこっちですねもうこの尿の方にはグルコース入ってないしなんか最大どれくらい吸収するんですかって言ってるので、まあ、こっちを見るのが正しいですとで原尿の方を見るとこれ 600ml って書いてありますね ということでこのグルコースは 1mL あたりに 1mg 入っているのでこれを計算してあげればいいことになりますそうすると 600mg ってことになりますねで 600mg っていうのは 0.6g ですとこれがカッコ2の答えになりますでカッコ35分間にこし出された尿素のうち何が再吸収されるか整数値で答えようと尿素を見てみましょうとでこれ表を見てみると最初は0.3 で最終的にには20になってるわけでですねで今回は何パーセントが再吸収されますかってことを言ってるのでまず原尿中に尿素が何ミリグラムあるかでこの尿の中に尿素が何ミリグラムあるかっていうのを求めればうまいことね再吸収された尿素の割合が求められそうな感じがしますじゃあそれぞれね計算してみましょうまず原尿の中にはこんぐらいの濃度でで原尿はこれくらいありますよってことなんで 0.3×600 してあげればいいとそうすると180ですね 尿も同じようにこんぐらいの濃度で,でこんぐらい水分がありますよってことなんで 20×5 原尿と尿はそれぞれこんぐらいね尿素が入ってるってことが分かりましたこれ減ってますねこれ減ってるこの減ってる分何かっていうと再吸収された分ですね再吸収された分ということでこれ引いてあげると80が再吸収された分ってことになりますで今回で問われているのは5分間にこし出された尿素のうち何が再吸収されるかってことなんで180分の80が答えになります 44%が答えになりますよっていう感じですねここは生物基礎の中でもね結構嫌な苦手な人が多いとこかもなっていうふうに思うんでしっかりと復習してねできるようになっておいてくださいというわけでねこれで腎臓おしまい最後肝臓やっておしまいにしましょうじゃあ肝臓見ていきましょう肝臓はマジでめっちゃすごいですめちゃくちゃすごい本当にもうびっくりするよ体の中でとにかくものすごいいろんな化学反応を起こしてるんですよ化学反応を起こしてんだよ 不思議じゃないら俺らさってこれ手短になんかいろんな化学反応起こそうぜとかやっても難しいのにさ肝臓は勝手にめちゃくちゃ複雑な化学反応をいろいろ起こしてるわけですよすごいよねでは、まあ、その肝臓の細かい役割を後でやるとして実際まずね肝臓がどんな感じなのかとまずね肝細胞ってやつでできてます肝臓はで、この肝細胞が約50万個集まると肝小葉ってやつになります なんかこういうね変ななんかボルトみたいなこれ何て言うんだっけなナットだっけ、まあ、よくわかんないけどこのちくわみてえなやつこのちくわみてえなやつを作ってるんですよこのちくわみてえなやつが50万個さらに集まると肝臓になりますでまあ例のごとくですねこの肝臓っていうのはこれ血が入ってくるんですよまず心臓からこう血がやってくるわけですね心臓から血やってきてあじゃあこれこういう風な感じに作り変えてうんうんみたいな感じでいろいろやるわけですよ ううんでいろいろやったやつをはーいっって言って言返しますここまではまあ腎臓とかでも見たと思うんですけどこれね一味違うのがですね肝臓はこれ小腸からも来ることなんですよね腸から栄養たっぷりの栄養たっぷりの血がいきますで肝臓でいろいろ処理するわけですよでそんでいろいろ処理して「はーい」って言ってまたそれは心臓に返っていくわけですけどなんかこんな感じになってんですね肝臓ってでこの中でごちゃごちゃいろんなことをやってるやつの主役がまあこいつだけですよ言ったらこれ肝瘦瘍って言うんですけど さっき腎臓でなんかごちゃごちゃやってるやつは、まあ、小さな単位で見たらこんなやつがいてこれが100万超えるよみたいなあれの肝臓バージョンはこいつですね肝硝瘍で肝硝瘍で何が起こってるか一旦後で見ていくとしてとりあえずねここここのね血管の名前を覚えていきましょうまずこのこいつ一番特徴的な腸から入ってくるやつこいつは肝門脈って言いますここにはもう栄養たっぷりの血が流れてます小腸から来てるんでもう めちゃくちゃゃく栄養を吸収した血がはいって言って入っていきますで次これね心臓から送られてくるやつこれは肝動脈ですこれは普通のね動脈静脈とかと同じような感じで肝動脈ですねここには酸素たっぷりの血が流れていますこれも普通の血と一緒ですねでこの返っていくやつこの返っていくやつは肝静脈、まあ、肝臓にいろいろと処理された後の血が返っていくって感じですね でまた微妙にねちょっと変なやつがいてですねこれ「胆管」っていうのもあるんですねでこの「胆管」はですね脂肪の消化に必要な胆汁ってやつを十二指腸に流します僕のテキストの左上のね肝臓だとか何とかいろいろ書いてあるところ見てくださいそこよく見ると胆管っていうのがあると思うんですよよく見ると胆管ってあるでしょこの肝臓からにゅるっと出ていっててでそれで胆管を通って「十二指腸」にいってると思うんですよ ここに胆汁をべって出してるんですねで途中にある胆のってやつあるでしょこの胆のってやつが一旦胆汁を溜めておくスペースですでこの肝臓の重要な役割としてこの胆汁を作るっていうのもあるわけですねでこういうことが起こってますよっていうのを踏まえて一体肝臓炎では何が起こってるんだいというのをねオリジナルの超簡略図でね説明していこうと思いますまずこの肝臓炎の外側にねこうびっしりこうなんかあの血管がね周りにあるわけですよ その図が僕のテキストの右上のやつなんですけどこんな風に干渉用にへばりつくようにしていろんな血管がありますとでその血管からうわーっていろいろ血液が染み出してくるわけですよ染み出すとていうか毛細血管を通ってやってくるわけですねでまずもう肝動脈から上っつって入ってきます毛細血管がねで別のとこからこう肝門脈もね毛細血管で入ってきますでこの肝門脈と肝動脈これ混ざるんですよ混ざってこう間をこう通っていくんです その時にこの中にいいいっっぱい詰まってるこの細胞たちこの細胞たちとここでこうやり取りをするんですよ例えば肝動脈だったらこれ酸素をいっぱい持ってるんで酸素を渡しますとか逆に酸素を受け取りますとかでこの肝門脈だったらこう栄養を渡しますとか,なんかそういうことをやってるわけですよでこういうのがいろんなところで行われているわけですこうやって肝臓は肝症状の中で外から来た血を処理してるわけですねでこれでこの血、まあ、いろんなとこからこう集まってきますわ 集まってくるいろんなとこからいろんなとこでこれ行われてるからねこれが集まるのがこれ中心静脈なわけですよこの外からねこういろんな血がこうやって内側にこうなんか染み出してこう入ってくるわけです毛細血管としてで最終的にどこへ向かっていくかというとこれ中心静脈このど真ん中にいきますここね中心静脈って言ってまあ静脈なわけですよでここに集まっていきますでこの中心静脈からまバーッて外出ていきますと でそうすると、この肝腫瘍っていっぱいあるわけじゃないですか。この肝腫瘍っていっぱいあるので、いっぱいいろんなとこから、まあ、う,うわーってこう集まってくるわけですよ。いろんな肝腫瘍から、中心静脈のやつがうわーってなってきて、でまあ、それ、なんやかんやぐわーって集結して、そんで心臓に帰っていくっていう感じですね。肝臓、ちょっとね、ややこしいんですけど、まあ、こんな感じになってます。で、このね、中で、このね、肝細胞、こいつらは、 この胆汁を作ったりもするんでこの作った胆汁をこうやって外に出すやつもあってこれがまあ胆管なわけですねこの辺非常にややこしいなって思うんですけどまあまあ大体でいいかなと思いますそんな肝臓ものすごい出るわけじゃないから余裕があれば覚えてくださいで実際に肝臓が何をやっているのか見ていきましょうもうあとちょっとだよやってることその1血糖濃度の調節血糖っていうのは、まあ、これ血液中のグルコースの量ですねこののグルコースっていうのは 高すぎてもいけないし少なすぎてもいけないんですよまず少なすぎるのはロンガですねこなんか呼吸するためにはやっぱり燃料となるグルコースが必要なのでグルコースは常にある程度はなきゃいけないでもこれグルコースが多すぎる場合ってのは困るんですよこれグルコースが多すぎると毛細血管が詰まります毛細血管が詰まってそのまま血管がズタズタになって最悪手足を切断したりとか足に至ることもあると,ということで血糖濃度を調節するっていうのはまあまあそうなんですねでそれをやってるのは肝臓であると それをうまいことやってるんですけどこれどうやってやってるかっていうとこのグルコースグルコースってまあ超ちっちゃい粒なんですけどこの超ちっちゃい粒をめちゃくちゃいっぱいくっつけるまあなんかもっとでかいんですけどまあこんなめちゃくちゃいっぱいくっつけたやつこれをグリコーゲンっていうんですねこれでグリコーゲンとして肝臓は中に溜めておくことができるんですよ いろんな血がこう肝臓に入ってきますとその時にあなんかこいつらはちょっとグルコースもっとあった方がいいなみたいな感じで思ったらこのグリコーゲンを分解するんですよグリコーゲンを分解してその血液にグワッてグルコースを足すとでそんでグワッて返すんですね心臓にで逆に血の中にあれなんかグルコース多すぎんなみたいな感じで思ったらグルコースからグリコーゲンに変えて貯めておくんですよこうすることによって体の中でグルコースの濃度っていうのは一定に保たれてるとすごくない どうやってやってんだろうね <laughs> どうやってやってんだかよくわかんないけどもそういうことやってるんですよ肝臓は。グリコーゲンってねなんかちょっと微妙にグリコーゲンの方が大きいってイメージが湧きづらいけど抗原まあ原ね広いっていうめっちゃ広いぞでかいぞみたいなねそんな感じ僕は覚えてましたけどもその2血小中のタンパク質合成なんとタンパク質も作っちゃうぞっつってねアルブミンやグロブミンを合成。 両方とも必要なやつでグロブリンは免疫の時にねてきますまあこういうやつらを作っているよと。で一定の喉で保っているよと思ってもらえればまあ大丈夫かなって感じ。3つ目、解毒作用。個人的にこれがねキャッチで一番面白いかなって思うんですよね。解毒作用があるんですよ。解毒することができる。体の中には有毒なものっていうのがまあいろいろで生まれちゃうこともあるんですよ。例えばアンモニア。 アンモニアって有毒なんですねアンモニアはこのままにしては置けないぞっていうふうに肝臓は思うわけですよ。うーんっつって。でじゃあ分かったって言ってこのアンモニアをごちゃ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 化学変化を起こして毒素のないものに変えてやろうってわけですよ。それで変えた結果が尿素です。尿素、あの尿に入ってるやつですね。あそうやって作ってたんだみたいな。これすごくない毒のあるものを毒をなくすんだよ。そんなこと肝臓でやってると思うってすごくないですか、まあ、当たり前だけどさ、俺らだってやり方分かんないわけじゃないですか。アンモニアを尿素にするなんて。 でも肝臓は勝手にやってるんですよ勝手にやってんの別に何の指示も出してないのに俺そんなやり方も知らないのに肝臓は勝手にやってるこれもやっぱすごいなと思いますよね体の中で勝手にいろんなことやってるって思うとやっぱ不気味なんだよな俺はで最後は単獣の生成ですねビリルビンを含む胆獣を生成ビリルビンっていうのはまあヘモグロビンを分解した時にできるゴミなんですけど、まあ、とりあえずビリルビンってものが単獣には含まれているよとこれ肝臓があってそこの肝臓から うーっつって作られた胆汁が一時的に胆のに貯められると脳は袋って意味ですねで貯められてそこから必要になった時にこの胆能からうーっつって出されるんですよどういう時かっていうとこう胃がありますねこう胃があってその胃の次のところに十二指腸ってところがあるんですよ胃からこう食物出ましたうーっ,ってなりましたでそこによし出番だって言って胆能からうえーっつって胆汁が出されますと で、これで脂肪の分解に役立てましょう。イエイっていうのがこれ単純ですね。まあこんな感じですよ。この辺はね、ちょっとまあマイナーなんですけれども、まあ、覚えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。まあ今回はね、そんなに重くはなかったんじゃないかと個人的には思うんですが、次回ですね。次回がちょっと重いかもしれない。次回が神経とホルモンのところと、あと免疫のところです。ここはね、僕がもうなんかとにかく、 なんとか面白くね話せないかと思っていろいろ工夫して漫画まで書いてきたんでちょっとね楽しみにしていただければいいんじゃないかと思いますそういうことでね次回もよく体ってできてるなってことをね味わっていただければいいかなっていう感じですというわけで最後まで聞いてくれてありがとうございます。